に言うとかって言うけど、何っつって。うん、だから俺は別に腹のことは嫌いじゃないんだよ。うん、ただやっとまあここのところ自分のついてた嘘を解除しだしたよね。もっと早くやってよかったのによと思うけど、でもいまだに俺さ、動画で上がってるのさっき見たんだけど、あいつさ、俺ガキの頃反社だったから、あれも番対象になってるくせんだけどな、発言が。結構あれ、結構来てるかもしんねえよ。ああ。いや、ゆいが反社で俺はとか言って言ってる、あの動画が上がってんのよ。あれじゃねえかな。むしろ。ああ。そっちの方がなんかストーンとこう、うん、腑に落ちるかな。んだ、元反社とかなんか言ってたよ。うん、その YouTube ではね。いや、A 版じゃない、1週間ぐらいじゃないんじゃないの、いや、わかんないけど。うん、期間は俺は分かんない。だって俺、優雅とコンタクトを取ってないから。建前上ではエロビで、実際は総合的理由かもしれませんね。ああ。元反社の人って自ら反社って言うんだよ。いや、なんか、YouTube に、あの、俺はガキの頃から、反射だったから、なんだっけな、ちょ待って、俺も YouTube でちょろっとこう、はしょってみたから、あ、同窓会に呼ばれなかったんですかみたいな、中学校のみたいな。で、中学卒業した後、俺、反射、そういう世界に入ったから、俺は呼ばれてねえんだよ。俺らずっとそういう世界で生きてきてるからとか、こうやって言ってたわけ。うん。確か、うん、俺、まあ、その程度ぐらいしかわかんない。うん。いや、組長は嘘だと思うよ、もう。だけど、いや、まあ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 、いや、原ちゃんが、あの、組織に属してたかって言ったら、それはもうめくれてるから、あの人は、そこの構成員ではないから。うん。ね。チンピラっていうか、なん戦車とか、あの、まあ、確かに事務所には多少出入りしてたのかもしんないけど、あの、誰かの若い人になったわけでもないし、関係ねえんだよ、あんなの。はったりはありでしょ。うん。
昔のブログでは暴走族の総長と書いてあった。いやーもうさ、暴走族の総長もクソもねえじゃん。だって青森の五所川原の原忠一の息子で原忠幸なのも、もうカミングアウトしてんじゃん。おい、びっくりしたよ。原ちゃん、原忠幸カミングアウトしたんだ、みたいな。マジっすか、みたいな。みたいな。本名、今まで俺は原結賀なんだよって言い続けてたのに、本名は、俺はプライベートは原忠幸だから、放送では原結賀だからとか言ってる。何を言ってんの。テレットはトム・ブラウンにありがとう。まあ、決まった。あら、っていうかさ、俺の声っていいよな。自分でこうトークバック聞いてるけど、まあ声では惚れるな、顔では惚れないけど、悪くないよな。女に振られてやけになったみたいな、やっかんねえけど、なんだよそのさ、もともとかのとかさ、言ってることはよくあんねえからさ、もう別れた女にカミングアウトするように言われた、知らないよもう。あんたらすっごい知ってんね。俺らもう見てねえからわかんねえわ。自分が見た YouTube の動画、ブラックエンペラー入ってるとか言ってます。知らねえよ。ほっといてやれよ。原ちゃんはね、滑舌が悪いよね。だから、さっき俺、買い物行って帰ってきて、バババババって一応、さらっと流れ見たけど、香川のも。1月と7月を、もうトークで完全にアウティーだよね。マジで。やっぱりって。だって普通に聞いたら7月って聞こえるもん。いや本人は1月とか、画風だよね。でもパイセンは元カノを一生守るって言ってましたよ。いや、元カノ一生守るって、ってか元なんでしょ、もう関係ねえじゃん、やめたれよ。なあ、そこ行くとよ、俺なんか上の歯一本しか残ってねえし、下は八本しか残ってねえんだけど、超滑舌いいべ。なあ。前歯ゼロだべ、俺。なあ。俺上の歯一本しかないここに、はい、ここ一本、あと奥歯まで全部ないから、ああ
入れ歯をしても滑舌って変わらない？いや、俺入れ歯は入れたことねえからわかんないけど。前歯ゼロは嘘ですね。ほら。歯がないから。見た？ねえから。歯茎でミノを噛みちぎるですよね。そう、ああ、もう余裕だから。なんでないの？抜けたんだって。なんでな、何歳ぐらいからないの？俺ね、これね、42ぐらいから一気に来たね。ああ。いや、まあ自分で、なんかグラグラになってくるから、自分で抜いたんだけど、うん。なんかのストレスなのかな。あ、上の歯の残りを1本を抜きましょう。いや、そのうちグラってきたら、俺ペンチで抜いちゃうから、まだグラってこねえから。うん。俺意外と、なんか、そんな性格。うん。そういうの痛くないから。うん。ペンチで挟んで、ゴリゴリやって、ガツッ、グツッて抜くだけだから。うん。前は全部それでやったから。ああ。麻酔なんかするわけねえじゃねえかよ。そう。ペンチで行くスタイル。いいだろう？ああ。目の前よ、星が流れるぜ。でも、歯は。抜くときは。脳麻酔で言ったら、お前ら絶対やるなよ。いや、意外と血は出ないの。もうグラグラになってたら大して血は出ねえから。グラッときてるのを大事にしてる方が、なんかさ、口の中でさ、歯がさ、ガタ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 動いてんのって嫌じゃん。くなさん、こんばんは。俺も奥歯2本ぐらついてます。ああ、兄貴、兄貴ありがとう、マロン。決まった。あざす。ねえ。その、どうなんだろうな。想像しただけで太ももあたりがゾワる。いや、太ももじゃねえんだよ。あのね、こめかみとかに一気に来るで。抜くとき。あと耳がキーンってするから。ああ。で、やるなよ。ちゃんと抜くときは、歯医者行ってやってもらい。ああ。やめなさい、本当に。いや、拷問じゃないですかっていうか、うん、まあまあ。まあ、俺、意外と痛みには強いんだなって思った。